宮内静雄は、日本のアナウンサー、ナレーター、東京都出身。武蔵中学校、高等学校卒業、国際キリスト教大学人文化学科卒業。血液型 O 型。重厚感のある、独特の語り口が特徴。T シャツに挑髪、ヒゲと、アナウンサーとしては型破りであり奇抜な格好でも、知られる。趣味は、映画鑑賞。 コアなマックユーザーである。1967年4月、TBS へアナウンサー12期生として入社。川戸恵子はアナウンサーの1年先輩にあたる。11月15日、アナウンサー研修室設置に伴い、アナウンサー研修室付け兼ラジオ局第1、制作部勤務に。1969年秋、パックインミュージック第2部を担当する。 1973年、当時 TBS と提携していた、イギリスの BBC に派遣されて3年間日本語放送のアナウンスを担当。2001年、TBS 文社後の TBS ラジオの第一声を担当。2005年1月、TBS を定年退職。TBS アナウンサーとして、最後の仕事は TBS ラジオの 月曜ジャンクイ10位に光る深夜のバカ力での面白、ナレーション。2月、フリーアナウンサーとして活動、TBS テレビ、ダイヤモンドシアターの冒頭新作映画紹介コーナーのナレーションを担当。一部ラジオ番組では、社員当時のタイトルコールが引き続き使用されている。また、TBS アナウンススクールで、更新の指導に当たっている。中学、高校とポップスが好きで、 FEN や糸井五郎といった DJ に憧れていたが、DJ の採用がなくディレクター志望だった。TBS 入社時から一貫して音楽番組を担当したが、演歌が大嫌いで歌謡曲番組を担当させられたのが一番嫌だったというほど。会社員になるというのは自分の時間を売ることですが、好き嫌いの立場ははっきりさせたいと思ってきました。 僕のスタイルを会社が認めてくれたのはありがたかったと特に洋楽にこだわり、さらに洋楽でもみんながやる。どの番組でもやりたがるという理由でビートルズとサイモンガーファンクルを代々的に扱うことはなかった。TBS 在籍時は外信部に足しげく通い、欧米の通信社が配信する音楽、映画などのエンターテインメント情報を独自に収集し、 番組作りに役立てていた。パックインミュージック担当時には AP 通信が配信したビルボードのチャート情報をいち早く紹介した。また欧米のミュージシャンや俳優が来日した際は記者会見に必ず出席し、時にはその模様を録音して番組で紹介していた。痛快なり雪番組風雲、た市城などのナレーションが中心だったためテレビ出演は少なかったが、 tbs 曲アナの長老格として一目置かれている存在だった。口の悪い人は赤坂源人と名付けたほどで tbs アナウンサー名鑑には万年ヒッピーと記す、と存在感があった。月曜ジャンク以前のアップ S 時代から伊集院光深夜の馬鹿力でアナの宇野敏子や鈴木淳と共に面白ナレーションなどを務めた。伊集院光はアナの区内の持つ 重量感ある安定した読み方を大変気に入っていた。番組内で放送された TBS アナウンサーとして、最後の言葉は、ラジオネーム、おばあちゃんの本名を受け、エビサワミつの投稿、デブは、もふくもサスペンダー、だった。2010年7月9日、マスダ・エリナの公式ブログで、食事会に集まったメンバーとして元アナウンス部デスク、桜井、加藤シルビアと共に、 文章で紹介されている。ABC アナウンサー通信 TBS2006 年10月9日時点のオリジナルよりアーカイブ2014年11月1日閲覧 ABCDETBS クナヤな定年退職しても万年ヒッピー勇敢富士オリジナルの2014年11月1日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/.web/.2014110122025/.http://www.zaiki.co.jp/.gei/.200501 g20 億512203 html2014 年11月1日閲覧 ab わらしべトーク。フルタッチプロジェクト。2014年11月1日閲覧。スリー放送関係7。アナウンサーの活動記録。TBS50 年史資料編東京放送。東京放送。2002年1月。238ページ。奥区1億6692万4883。1967.42期生8人。入社。 青木康夫石森勝幸功の道太郎大口勝彦、久米広市林吉雄宮内静尾米沢光樹、TBS アナウンサーの動き、TBS50 年史付属資料、ハイブリッド検索編東京放送、東京放送、2002年1月、21から22ページ。奥区1億6692万4883。 67.42期生8人入社、青木康生石森勝幸公の道太郎小口勝彦、久米博市林吉尾宮内静尾米沢光樹、TBS アナウンサーの動き、TBS50 年史付属資料、ハイブリッド検索編東京放送、東京放送、2002年1月、22ページ。奥区1億6692万4883。 1967年11月15日、アナウンサー研修室設置アナウンサー研修室付、け県ラジオ局第一制作部勤務者、今村実、小川哲也、くずもぐしょう、ごみ、陸人氏、桐本幸子、手塚敏子、本田彩子、岩崎直子、遠藤康子、藤達恵美、堀川恵子,子、堀川優子、青木康夫石森克幸、小口勝彦、久米博子、 林義雄、宮内静雄、米沢光し小野道太郎、伊藤、この TBS ラジオ P206、伊藤、TBS ラジオ P204 から208、ABCDEFGHIJKLMN、OPQRSTUVWXYZ、AAB、TBS アナウンサーの動き、TBS50 年史付属資料、ハイブリッド検索編東京放送、 東京放送、2002年1月、22ページ、奥区1億6692万4883。宮内静雄、R、パックインミュージック、ジャストヒッツイント芝、起き抜け歌謡曲、全国ポップスホト、TBS 今週のベスト10、ホッピンポップ、ワンオクロックジャズ、ジャズタイム、映画パル、マンスリージャズワイド、サンデーオレンジハイウェイ。 今週のポップスベスト10、ナイターミュージックランド、ザ・ヒットパレード、ポップトラフィック TV、チャーミング奥様、ナイトスクエア、コーロギ橋、フーン竹市場、世界巡り合い、海外トピックス、CBS イブニングニュース、映画に乾杯、世界の家、噂のなんじゃもんじゃ、日本が知りたい、CBS ドキュメントハット ABCDE、3放送関係7、 アナウンサーの活動記録 TBS50 年史資料編東京放送東京放送2002年1月238ページ奥区1億6692万4883宮内静和あるパックジャズタイムクローズアップ日本 TV フーン竹史上映画に乾杯噂のなんじゃもんじゃありがとうございます